なんか毎回やっぱりそのビッグスリーの話題になってしまうんですが、まあ、ここまで聞いたベンチプレスもするしないも含めて、皆さんにお伺いしたいんですけど、ベンチプレス、羽賀さん、どういうふうに捉えますか？ベンチプレスは、他のスクワットとデッドリフトと比べて、愛がないんですよね。なんかそんな気がしました。ああ、そうか。まあ、重量上がっていけば楽しいんでしょうけど、まあまあ、これを言い訳にしちゃいけないんですけど、リーチがもう長いのと、なかなか上がっていかなくて、つまんないんですよね。ああ、そういうことですか。なんで、まあ、一応やりはするんですけど、他の2種目と比べると、なんかあんまり重視、やりはするんですけど、うん、そこまで楽しめてないって感じで、もう肩も最近やってないんで、はい、胸のトレーニングのはずなのに最初に肩が疲れてきちゃったりとかもしたりってもありますよね。あんまり楽しめてないです。やりはするんですけど、はい、なんか名言でしたね。ベンチプレスが愛がないって詩人なのかな結構そういうのもツイッターとかに思い浮かぶんでポンって言ったりするんですけど、うん、まあ、いいよとか。いやなんかでもそういうすごく、その、羽賀さんの感性みたいなところに今触れて、すごく面白かったので、ツイッターこれ要チェックかもしれませんね。羽賀さんのツイッター多分面白いです。ぜひご覧ください。で、平瀬さんはベンチプレスどうですかね？やりますね。やりますけど、なんかスクワットに比べてそのこだわりみたいなのはあんまりないかなっていう。そうです。だから別に柔道持ちにくいフォームではやってるのかなって感じがします。あ、そうですか。具体的に言うと、まあ、どういうフォームで自分も羽賀さんと同じで、その身長高いんで、やっぱりリーチが長くなるんですけど、うん、だからって言って、なんかそのリーチを短くしようとかはあんまり考えてなくて、ストロークが長いんであれば、可動域広いんだからそれでいいやみたいな感じで、81cm ライン、まあ昔人差し指、中指でやってた頃もあったんですけど、今小指が 81cm ライン内側に入ってくるようになるので、なおかつ、足上げだったりとか、足でグッて押し上げるようなのを使わずに、ほとんど胸の力で上げるっていう感じで。なるほど。そういうことか。かなりもうナローめで、もうおっしゃる通り上げにくいフォームで。そうですね。胸には入ってる感じはあるんですか？入ってますね。広げた方が入りやすいみたいなのが結構あると思うんですけど、やっぱ海外の選手とか見てると、81cm ラインに人差し指かけてる人なんて、まずなかなかいないので。ああ、そうですね。はい、結構その辺だと、日本のジムだとやっぱ特に、まあ、広めでやってる方は、まあ、依然として多いなっていうところはすごく私も感じるんですけど、競技とそのパワーリフティングっていう競技の中でベンチプレスをやる中では、そのやっぱり可動域を短くするっていうのはすごく有効だと思うんですけど、じゃあ体作っていく中になると、そのやっぱスクワットだとなろうがいいみたいな感じでも同じで、手幅もある程度狭い方がいいのかなと僕は思います。これはもう結構こういう動画とかでもお話ししてるところだと思うんですけど、まあ目的が何かみたいなところを見直した上で、まあ種目のやり方を工夫してもいいのかなと。で、もうおっしゃる通りで、そのボディメイクするのに、果たしてその、まあ広めで握って可動域を狭くするのが正解なのか。まあ重さを扱うときには正解であったとしても、まあ、ボディメイクだと果たしてそうなのかみたいなところはね、多分トレーニングしてる中でベンチプレス大好きで、ボディメイクをしたいと思ってベンチプレスを入れてる方も多くいらっしゃると思うんですけど、これはすごくヒントになるのかなと思います。ちょっとその辺もね、次ジム行くときちょっとご自身で試行錯誤しても面白いのかなと思います。さっきのトムプラスと同じですよね、指導筋を使う感覚みたいな。あ、そうですね、確かにそうだ。偉大ですね、トムプラス。やっぱ下げて取れないかもしれません。で、野本さんはベンチプレスいかがですか？自分はベンチプレスっていうのを本当にスクワットとかデッドリフトよりも後に始めたので、もともとウェイトリフティングやってて、そのベンチプレス全くやらなかったので、効かせるフォームとかっていうのはスクワットとかと比べるとすごい習得が遅かったです。あ、やっと去年のジュニアの時までは本当にベンチプレスとか胸に効いてるのか分かんないくらいのレベルでして、あ、はい、そして東さんに確かペックフライやってる時に、自分これで効いてるみたいな、めっちゃ肩前に出してやってたんです。収縮がいいから効いてんだなと思ってたら、胸抜けてるよって言われて、ちゃんと胸張ってやらないとダメだよって、これが胸に効かせる方なのかみたいな。
確かその時肘が曲がってたんですよね。で、はい、手だけ合わせる感じのフォームになってたんで、ただ大胸筋 のついてるところが上腕骨になるので、肘を寄せれば手つかなくても収縮するよっていうのを言ってた、そこからなんか大胸筋トレーニングちゃんと意識し始めて、今までその時ベンチプレスをやってなかったんですよ。胸に効かないんで、あ、なんかもっとフライとかでなんか自分が好きな効かせられる種目だった方がいいなと思って、ずっと授業を追い求めてなくて、それだから胸が弱点になってたんですけど、あ、で今年のオフ会ってようやくベンチプレス、まあ、ある程度重量も持てるようになって、大胸筋もだいぶ、まだ上部とか弱いんですけど、下部とかだいぶ発達してきたところです。これもかなり、まあ、ヒントになる話というか、ベンチプレスやって胸に効かないっていう悩みを持つ方は非常に多くいらっしゃるように感じて、まあ、それでもまあベンチプレスが好きで続ける方もいれば、まあ、榎本さんのように一回そのベンチプレスをそのもう自分自身が入らないというふうに、感じてこう抜いてしまう方も、まあ、多くいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、そこについてもはフォームだったりその効きの話をもう一段階見直すだけで違う結果が得られるのかなというのも、すごくいいヒントなのかなと思いました。まあ、結構私自身もベンチプレスが入らないと思い込んでた側だったんですけど、まあ、東さんがおっしゃる通り、まあ、握り幅ですね、割とそのナロー気味というか、本当にその81センチもう薬指小指くらいで今握るようにしてっていうのを再び入れて、やっぱりバチバチに入るので、すごく感覚がいいなと私自身も感じてますね。サイさんとかいかがですか？私もベンチプレス胸のトレーニングを最初やらなかったんですよ。大会に出始めた1年目はそのビキニ選手はとりあえずお尻と背中のラインと肩だみたいな感じで言われて、胸のことも言われなくて、その集中を分散しないようにっていうので、ベンチプレスとか胸全く入れてなかったんですよ。で、ずっとペッタコだったので、まあ、そこでやばいなっていうふうに思ってたんですけど、大学でのジムでトレーニングをしていて、一緒にトレーニングしてる友達がパワーリフターだったんですよ。で、その子にベンチプレスを教えてもらって、だからそのちょっと手とかも広く重さが上がるようなフォームで教えてもらっていて、私はそれがそれで好きでどんどん重さを上げていったんですけど、で、もう本当に何もやってないゼロのところ、むしろマイナスぐらいのところから入ったんで、そのパワーのフォームでも多少なり変化はしたんですよ、ゼロだったので。けど、まあこれからちょっといろいろ聞いてですね、フォームとかもボディメイク側に変えていかなくちゃいけないんだなっていう感じがしました。じゃあですか、サイさんはつけるより今肥大してるのであればやめる必要はないから、でもいずれその止まる時とか、あと肩のインピージメントを起こしたんですよ。それがあのパワーとかの選手で結構フォームで多い怪我で、ちょっとなんか負担が絶対でかくないですね。そうなんですよ。で、それでちょっと見直し始めてるところです。ああ、そうなんですか。もうあれですよね、腹の中ではその教えてくれたパワーリフターの方を超えてやろうみたいな。そうですね。それは勝ち気ですよね、なんかその辺、なんか男前というか。なんか見せれたいですね、なんか。あ、パワー、はい、あ、面白いですね。オフシーズンにはパワーをやって、もう夏にかけて絞るような理想です。あ、その、まあ、2つの線を走らせてと、